SKJ ビレッジの中で一番弱いやつが特訓して VIP を目指すということで、いやこれガチよ。OK 今日この3人の中で一番弱いやつを決めて、うん、そいつは VIP 入れるまで特訓し続ける。 OK、カマで待ってるぜ。怖さやめの世界が消えた。はい、ビップへ、バイバイ。こうなったからには、いやでもこれマジで俺が言い出したことでもあるんだけど、うん、やっぱね、練習したら絶対強くなると思うの。ゲーム下手な人でもちゃんと練習すればビップいけるのかっていう説ですから、これは。その説を、まあどんくらいかかるかわかりませんが、ちゃんと検証していくということで、これ、俺が達成したら、お前もできるってことだからな、マジで。いやでもそういうことになる。そういうことよ、本当にそう。ガチで無理だったらどうする？ずっと無理だったら、もういくらやっても俺はビップに行けねえって分かっちゃった時はどうする？だったら、SE2 がね、最近ワリオでビップに入るみたいなね、チャレンジをやってたんですが、残念ながらね、ワリオをやめます。そんな程度かい？で、申し訳ないですが、アップデートがね、すぐに来てしまったんで、うん、行きますよ。ジョーカーで、1から、VIP 部屋目指します、これから。綺麗に0からスタートということでね、うん、まあ、ジョーカーの方が盛り上がるし、こっちの方がいいんじゃないかと。はい。ということで、今日から1から練習していきたいと思います。SE2 の VIP チャレンジ。は？もう諦めたんか？いや、俺は、こっからなんだよな。マジ？はい、ほんま！スーパープレイ。かい？あ、なんで下に飛び込んでんの？間違えちゃった。終わりはここで終了です。じゃあ最後セット力なんかジョーカーに分けてね。はい、187万、まあ、頑張った。ここからジョーカーでやっていきたいと思います、うん、はい。わやー、わやー、うーわー、うーわー。はい、VIP チャレンジやります。はい、679万らへんだということで、まあ1試合か2試合勝たせていただきます。いっちゃってくださいよ。2回勝ったらいけんじゃん。もう多分いけますねこれ。大金太郎ですね。マイク熱かった。おー、横強でシンプルに熱がすごかったな。おー、素晴らしい。視聴者からのアドバイス探していって素晴らしい久保。不思議です。不思議でした。どっちか熱で素晴らしいタイミングの、これ2回も使って、あれ熱ったな。いやこれかなり場を制してたな。なんかもう負ける気がしなかったわ。あと5000、次勝ったらいけますねこれは。ワンゴー。早いもの最後。
い、あいつの人は雰囲気が入ってますか。クリスマス最高でした。こいつ嫌やね。逆に知る可能性あるね。まあでも、かなり熱ってどうてか、ダメージは余裕で勝ってるのがすごいな。おぉ、おぉ、いい、素晴らしい。どっちがビップといったところだろうか。熱だろ、まあ、うまい。Thank you.
ナイスナイスナイス。うわー、うまい。これはビップにいきますね。これ、これは私聞かないよ、女の子では。制しています、この場を。ベクトル変更間に合わねえ、ラグで。風がそっと濡れた頬を拭れば、辛い過去もきっと吹き飛していく。 I just keep dreaming, 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 dying。 話を聞かせて、鈍い呼吸が覚め止めないだ。おお、すげえ。よくよくだ。なんか何でもいくぞ、もう。これもすごい、ワンチャンの印象もある。打ち来ました。いくぞ。あるこの次でしょ。一個前でこれわざと散らしてるよ。ここまで、ここまで来ると思って。え、この次だ。おーおー、ありがとうございます。ビップマッチ達成です。ありがとうございます。ということで、長きにわたったビップチャレンジ、はい、終了です。おー、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。長かったですね、でも。いや、長かったですね。なんと1年以上かかるということで。え、でもすごいと思うんだけど、普通に。いやー、すごいよ。1年かかったと言っても、練習してもいけない人いるからな、多分。理論上、まあ、一応 3%、 上位 3% らしいので、はい、やっぱ最初の方とか見てもらうと、うん、僕がどれだけ下手だったか普通に分かると思うんでね。それでもちゃんと頑張ればビップに行けると。いけますね。いうことで、今回証明されました。すげえな。すげえなって、もう感じて。マジですげえ。まあ、僕が一つ言いたいのは、やっぱ最近ゲームはさ、e スポーツとか行ってさ、どんどん YouTube に上がる動画も、基本は上手い人のもんじゃん。なるほど。なんか必勝法とかさ、連続コンボみたいな。で、我々が出してる動画はさ、そうじゃなくて、誰でもこうゲームは楽しいんだよみたいな、そういう動画になってるわけじゃないですか。はい、まあ、だから僕みたいにこうやってめちゃめちゃ下手くそが VIP に行くとか、うん、そういうのも楽しいし、うん、僕らみたいにふざけてゲームするのも楽しいし、うん、とにかくゲームは上手い人のだけのもんじゃないんだよっていうのをね、言いたい。決まったな今。だいぶその通り決めに行ったな今。いや、でもそういう風潮は絶対あるじゃん。まあまあ確かに、スマブラでも VIP 行ってる人しか配信とかしないじゃん、普通に、うん、だし、なんていうか、上手い人のを上手くなりたい人が見るみたいな。確かに確かに。それが多すぎるから、うん、そこに一石を投じていきたいという感じですね。はい、まあでも一つの証明完了、うん、そして1年はかかるという証明も完了したの。だな。まあでも僕が辿った1年の奇跡を凝縮した動画を今度出そうと思うんで。うわ、それめっちゃ気になりますって。普通に、こういう風にやったら VIP 入れるんだよっていう動画ね、僕がもう初出します。いや、みんながね、VIP 入るにはこういうのやるんだよみたいな動画いっぱいあるけど、一番信用なの。嘘なの、本当に。上手い人がやってるから、それだって、いや、例えばコメントで、この何々コンボいけたらいけますよみたいな。はいはい、それは、トレモではできる。下手な人は、オンラインでそれはできないの。で、そういう人がどうやって VIP 入れるかを、この動画出します。それ素晴らしい。多くの需要があると見ています。あるし、多分2人とかも普通に入れるよ。俺とさ、ずっと対戦してきたじゃん。ああ。だから普通に、まあ、まずは操作慣れるのが一番だから、そこはもうできてるから。なるほどね。あとは僕の動画で見るだけっていうことですね。じゃあ、エッシャーの動画見て、まあ、1年後また俺がビップ入るということですね、多分。ここから1年またかかるんですね、そしたら。いやいや、もう、ビップ手前の実力あると思うよ、2人とも。お、うん、マジ？プライベート戦闘力、23万のリドリーの俺がいるけど。
ということでね、まあこうやって頑張って VIP 入るっていう目標も結構僕はすごくいいと思うんで、はい、はい、僕も楽しかったし素晴らしい、はい、応援ありがとうございました。はい、はい、終わりです。